もともと、2人出会いは大学時代のバイト先が一緒 で、 そうだね、で初めて会ったの大体20歳ぐらいなんですけど、初めて会った日にもう2人でなんかイギリス行こうみたいな話を冗談半分でしてたら、まあ、その数年後本当に2人で働き始めるっていうことが起きて、一森が最悪1年ぐらい早くイギリスに行って、その時にレオンバラってブランドがその時あって、でそこで一森が働いてて、次は手伝ってほしいって言われて俺も手伝うようになって、でもどうせ2人でやるんだったら、まあ、一からやり直そうってことを言って、で創設者の名前が、まあ、オマーラフリーみたいな感じなんですけど、じゃあその人の名前を取ってやろうっていうのがブランドの始まりが AWG 始まったっていう感じですね。ブランド自体がもともと俺ら2人とも別に経験があるわけじゃないし、どこからアシスタントしたわけでもなくて、本当に2人の好きなものを、まあ、なんかミックさせてやっていこうっていう感じで、もう流れで始まってだんだん本気になってきたみたいな感じです。なんか学生の時にその最初菊田から誘ってもらって一緒に物を作ろうってなったんですけど、その時に自分に持ってないものを持ってるなって最初思ったんで、まあ、それが多分逆もしかりで、それが今の多分ブランド内での2人の、まあ、役割分担が結構自然にできてて、ビジュアル作るのもその学生の時からも上手かったし、で僕はどちらかというとこう作る方が好きだったから、それが今でも、まあ、コレクション作る時には、まあ、役立ってるというか、ね、そのままそういう風にやってるって感じですね。ブランドの本当に近々の目標は、自分たちのフォームをやっぱちゃんと作ってベースを作って、やっぱそこに来てくるお客さん、まあ、ちゃんと顔を見れるような流れを作りたいな。あとまあそのブランドが大きくなるにつれて、まあ、ショーだったりとかっていうのもやっていけたらいいっていうのは今考えてる。作るその環境においては正直東京ってすごくやっぱり本当にファッションの街だなって思うというか、なんかそのイギリスってやっぱりもうちょっとコミュニティが存在してて、その工場だったりとか生産背景っていう部分でやっぱり日本と大きく違う。なんかその工場のオマールはスタジオ内に工場があって、で縫ってくれてる方たちが全員バングラディッシュの人だったりとか、まあ、アフガニスタンの人だったり、まあ、日本で生活してたら絶対交わることのない人たちと普段生活をしてて、バングラディッシュの方だとなんか金曜日の何時から何時お祈りがあって、でどんなに忙しくてどんなコレクション前でもお祈りあるからって言って、まあ、そっちを優先したりとか、やっぱり普段本じゃ絶対に味わうことのできないその経験が向こうにあって、そういういろんなその言語の壁だったり文化の壁だったりを乗り越えて一緒に作る服っていうのは、まあ、結構今の特にこう20代において向こうでやれてるっていうのは一番でかい。仕事も普段の遊びもやっぱその今言ったコミュニティじゃないですけど、本当にいろんな国の人たちがいるから、なんか普段こう自然とこう受けるインスピレーションとかっていうのも日本にいる時とは全然違う感覚があって、それがやっぱ面白いなと思うし、まあ、なんか洋服だけじゃなくて食事も音楽も、まあ、何から何までみたいな、なんかこっちで今日本に1ヶ月帰ってきてるんですけど、やっぱ1ヶ月いる間と向こうにいる間その過ごし方も全然違うし、やっぱそういうのが単純に好きだからまず向こうに行きたかったっていうので、まあ、2人とも向こうに行ったっていうのがでかいから、まあ、それがなんか自然と洋服のデザインとかビジュアルな作り方とかにももしかしたら反映されてるかもしれないのかなと。デザイナーになりたいと思った時にもうイコール自分のファッションとか自分のブランドをやるっていうのがもうイコールだったんで、もう何ですかね、そのなりたいと思ったのは18とか19の時なんですけど、もうなんかある日ひらめいて、それでもうあファッションデザイナーが多分一番向いてるってことですね。でなんか向いてるイコールもう自分のブランドをやるがイコールだったんで、そこからもうじゃあやるためにはっていう感じで逆算して、まあ、いろいろ動いてって、それで、まあ、大体これぐらいではブランド立ち上げたいなっていうのをやるところもあったので、まあ、その自分の中で準備ができた、そうそう準備ができたなっていう時に立ち上げたっていう感じです。なんかさっき言ったように普通の大学行ってたんで、周りにそのなんていうんですかね、ファッションに興
興味があるとか、じゃあ物を作ってるアーティストの人とかがいたわけではなくて、全然どうしたらいいか分からなくて、雑誌で情報を集めていた時に、まあ、大体みんな同じような、まあ、有名な海外の大学を出て、それでまあちょっとインターンとかちょっといいところで経験を積んで独立っていう感じだったので、もうその通りに行動するしか私には選択肢がなくて、もう選択肢がないというかそれしか知らなかったので、なんでまあその時普通に日本の4年生の大学行ってたんですけど、普通卒業したら海外行って、そのなんていうんですかね、18の時からそのファッションの学校に行ってるわけではなかったので、その送りを取り戻すべくまあなんか何ですか、次決めたファッションデザイナーになるって決めた次の年から、その大学行きながらその夜間のファッション学校、日本のファッションスクールに通って、でまあ大学卒業したタイミングに海外に行って、でまあうちのアートスクールに通って、で卒業して、そうですね、何社かで経験を積んで、それでそろそろ自分のなんか背景とか、まあ気持ち的にもレディーな感じになった時に、あ、なったって感じです。海外に興味があるとか、服に興味があるっていうのはもう昔からだったんですけど、でも自分が何になりたいんだっていうのはその明確じゃなかったので、あ、もうなんかすぐ動かないともうやばいと思って、そこから決めてノートに書いて、その通りに行動するっていう感じでした。オーダーとか垣根がない時代だなと思って、だからやっぱり、まあ、日本のマーケットは大きい時代じゃないですけど、まあ、いろんな人にも会いたいし、いろんなところにも行きたいし、いろんな人とも働いてみたいしっていうので、あといろんな人に来てもらいたいっていうのがやっぱり一番あるので、やっぱ世界でそうグローバルな、まあ、日本初のグローバルブランドみたいになりたいなと思っています。もともと30になったらブランドを始めようっていうのは、すごい一番ファッションデザイナーを目指そうと思った時から決めていて、で、まあ、30になったら始めましょうと。で、まあ、その時イタリアに住んでいたの で、まあ、ミラノで立ち上げるか、まあ、日本で立ち上げるかっていうところの選択肢があったんですけど、まあ、最終的には日本に帰ってきて、で、まあ、向こうで見てきた面白い資源だったりとか、すごい素晴らしいものみたいなものがたくさんあるっていうのを使っていきながら、まあ、日本からそちらに向けて発信できたらいいなと思って、日本に帰ってきて立ち上げたっていうところです。まあ、日本発信のラグジュアリーにしていきたいなっていうふうに思っていて、で、まあ、いわゆるその、まあ、日本から世界に向けて出していって、で、まあ、グローバルの認知を獲得していったブランドっていくつかあるとは思うんですけど、まあ、そのラグジュアリーっていう括りの中でまだ仕切れてないのかなっていうふうに思っていて、で、まあ、いわゆるその全的なところだったりとか、その文化的なところは日本ってすごく評価もされていて、で、まあ、素材のクオリティだったりとか、その技術的なところですごく評価をされていて、ですごくいい資源があるにもかかわらず、それをまあ世界のブランド化して世界に向けて発信していくっていうところを、ファッションの文脈ではまだまだやる余地があるのかなというふうに思っていたので、まあ、自分の経験とそこの背景みたいなところを重ね合わせて発信することができたら、なんかそれが可能なんじゃないかなっていうふうに思っているので、まあ、そこの日本発信のラグジュアリーブランドの確立っていうところが今ブランドとしての一番大きな目標かなというふうに思っています。まあ、ラグジュアリーっていうのをどういうふうに定義するかってことになってくると思うんですけど、まあ、いわゆるその、まあ、高級な素材を使っていい仕立てをしていって、で高いものを売っていくっていうことが、まあ、ラグジュアリーかっていったら、まあ、それがそれだけではないだろうっていうふうに思っていて、まあ、例えばその実際にデザイナーと直接コミュニケーションを取れていて、で、まあ、その購買体験も含めて一つの買っていくコートがすごく特別なものになっていったりとか、まあ、そこの
購買の体験だったりとかそういうところも含めて設計してあげたら、一つ新しいラグジュアリーの形、自分にしかできないラグジュアリーの形っていうのができるんじゃないかなというふうに思っていて、でなのでそのブランド独自の、考え方としてのラグジュアリーっていうのはどういうものなんだろうっていうのを、最近特に考えながらやっていて、で、そこのところをどんどん強化していく、で自分たちにしかできないようなラグジュアリーっていうところを見つけていって、でそれを広げていくっていうところが今大事かなというふうに思って、でそれに向かって取り組んでるっていうのが現状のブランドの立ち位置。前ちょっと別の会社というか、そのライラっていうところに、文化卒業してから3年いたんですけど、3年ぐらい経ったタイミングでちょっとそろそろなんか自分のクリエーションやりたいなみたいなふうに思ってて、それをちょっと周りの人にっていうか相談してて、そしたらその相談してた生地屋さんがちょっとデザイナーを探してる会社があるっていうのを話もらって、それで会いましょうっていう感じで、その生地屋さん経由で会って、それでもう会った瞬間にじゃあやりますかみたいな感じで始めることになったって感じですね。文化の前で多分中学生ぐらいの時からなんとなくもう洋服も好きで、なんか自分で買うようにとか選ぶようにしてて、でそうですね、多分その時からなんとなくデザイナーという言葉を知ってたかわかんないですけど、なんか洋服を作りたいなとは思ってました。大切にしてることやっぱりその洋服って物体だけど物体じゃないので、物体以上の魅力があるって信じてるんで、なんかそれがこうちゃんと伝わるような洋服作り、ただこう売れそう今っぽいみたいなものを作って売るんじゃなくて、ちゃんと意味のあるもの、僕はそういう服を見てこう過ごしてきたし、それが洋服の力だと思ってるんで、それを一番大事にしてますね。ゴールは決めてはないんですけど、国内の方にはなんとなくこう知っていただけてるっていう自負は実感としてあるんですけど、ここからそうですね、特にヨーロッパ圏とか、欧米の方とかにまだ服を見せたことないので、まずそこのリアクションを見たいなっていう感じ、それがまず今一番最初にやりたいことなんですかね。そうですね、どこの国のファッションウィークになるかちょっと分かんないですけどに持っていって、どう見えるのかなっていうのが一番興味ありますね。そうですね。が、目標としてはやっぱあるんですけど、なんか結局僕そんなにこう海外にいたわけでもないし、その行ったこともほぼないんで、そのやっぱり日本で生まれたものの強さっていうか、僕が見てきたものを成熟させたものでしか勝負できないと思ってるんで、それがなんていうんだろう、グローバルっていう言い方が合ってるかわかんないですけど、やることは変わんないで多分続けるんだろうなと思ってますけどね。それの精度を高めていくっていう感じ